じゃあ今日持ってきてくれたこの写真集なんだけど、はい、これはどなたですか？川谷浩平さんっていう、うん、写真家の、出たばっかりなんですけど、豆腐ナイフっていう写真集です。面白いタイトルだね。ですね。で、僕もともと川谷さんのことを知ったのは、うん、多分3、4年ぐらい前だったと思うんですけれども、うん、ある都内のギャラリーで鈴木聡さんっていう、うん、今ものすごく活躍されている、はい、アートディレクターの方に、うん、すごくいい写真を撮ってる若手がいるから、うん、って言われて紹介していただいたんですよ。うん、で、ご本人ものすごく何て言うんでしょうね、活躍というか積極的にこの写真活動をされていて、ご自身が住んでいたアパートをもうギャラリーに仕立て上げて、うん、結構面白い展示とかをやったりとかしていましたね。で、今ファッションとかそのコマーシャルとかでも結構お仕事をされている作家さんです。うん、渡辺さん知ってました？名前だけ。なるほどなるほど。初めて写真は見た。うん、ファッションの写真と相性が良さそうだね。うん、これを欲しがるファッションデザイナーたくさんいるような感じするね。うん、この印象としては、うん、日本でももちろんなんですけれども海外の、うん、その雑誌メディアのシーンとかでも、うん、結構こう欲しがられるような、うん、写真かなというふうに。で、実際カッセル の、 うん、ダミーブックアワードで、はい、グランプリを取って、で、それでできた本がこちらっていう。カッセルってね、ドイツの本当に田舎町なんだけど、うんうん、毎年そのブックフェスティバルやって、うんうん、でその中でブックアワードがあるんだよね。はい、そうだったんだ。うんうん、まあ、そこのグランプリを取ると、まあ、ご本人に、はい、写真集を作ってもらえるっていう。ある意味だからこれもヨーロッパの人たちも響いたんだね。そうですね。で、僕はそれ以上にやっぱり、うん、これ見た時に、僕が考える雑写真というか、うん、雑写真集って川谷さんのこの作品だなと思ったんですね。うん、まず一つは容易に文脈作りができないっていう、うん、部分ですよね。はい、痛み伊丹剛さんの前に紹介した写真集と同様に、うん、で写真に写されているそのモチーフっていうのもそれぞれバラバラで、うん、でこれは別に悪い意味ではなくて、うん、ある意味撮るに足らないというか、うん、ものが写されているんですけれども、それがもう猛烈にそれぞれが訴えかけてくるっていう。伊丹剛さんのやつとも似てるけども、でもちょっと違うよな。うん、伊丹さんの、うん、写真集は何ていうの、抽象度が高いって言い方が正しいかどうかわからないんですけど、川谷さんのこの本の方がもっと物は物、うん、景色は景色っていう風に映っているような印象は受けます。うん、写ってるものは非常に具体的なものを写してるんだけど、その具体的なものが写ってるから分かりやすいかっていうと、うん、全く分かりづらいっていう。でも具体的なものである分、ね、こう親しみも持てるんですよね。うんうん、でこれもだからやっぱり普段目にしないものをここでもう一遍すくい上げてる感じだもんね。それもありつつ、何でしょう、僕これ見て思ったのは、うん、もしかすると、うん、半径3メートルとは言わないけど、うん、半径5メートルとかの中で一冊写真集ができてしまうぐらい、うん、いろんな発見、いろんなものを写せているなっていう。いや、これ当たり前に物事見たら写真にならないって思うから、うん、みんなが遠くに行くわけなんだけど、うん、森山大道は自分の、部屋から玄関までフィルム1本取り切ったっていう、うん、話もありますよね。伝説があるじゃない、うんうん、なんかそこに撮るものがたくさん
存在してるっていうことだよね。そうで、確か正岡子規が病床六尺っていう、うん、あの本を残していて、六尺っていうことはあれ 1.8 メートルなわけですよ ね。でも実は宇宙はそこにあるんだっていうことを、うん、あの言っていることがあると思うんですけど、川谷さんのこの豆腐ナイフも僕はそのことを、うん、に気づいたというか、そうだなって思えたんですよ。それがものすごく写真、僕がイメージする写真っぽいなっていう、うん、誰にでも撮れるものを撮って一冊作るっていうのはすごいね、うん、誰にでも撮れるものというか、うん、あの誰にでももしかすると、うん、あの気づける、そんなみんな見てるもんだけども、うんうんうん、ここにもやっぱり普段あの蓋がされてるんだろうね。あ、かもしれないですね。だからこの頃そういうふうに思ってて、写真撮る人ってどういう人かって言ったら、うん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 、普段みんなが蓋をして見ないところを見る人なのかなって、うんうん、これあの前にね大学の先生のインタビューがあって、うんうんうん、その時雑談で、うんうん、みんな写真ばっかり撮ってあの物をちゃんと見ようとしないんですよっていう話をしてたんだ。ああ、なるほど。でその時になんかちょっとね、先生でも僕らは他の人たちがね、皆さんが、うん、先生たちが気がつかないところを見ることできますよっていう言い方をしたの、うん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 、まあ、その先生はやっぱ困ってしまって、うんうん、いやそれは渡辺さんがプロだからっていう言い方をしたけど、うん、プロだから見れるんじゃなくて、うん、見ようとしてるから見れるっていうのはあるよね、うん、あの気づけるか気づけないか、うん、あの見ようとできるかできないかっていうのって多分プロはまあ関係ないんですよね。それを見ようとする態度があるかって言ったけど、うん、あとはそれをあの見ざるを得ない境遇の中で生きてきたかっていうのもきっとあるでしょうし、多分ラリー・クラークとかだって、うん、あの見ざるを得なかったんですよ。うん、大橋仁さん の、 あの目の前の続きだってそうだし、うん、これはどっから出てるの？これはですね、確かにどこだっけ、ああそうかそうか、ま、海外から出てるのか、あのあれどこだっけ、トルコだっけ、イスタンブールかどこかだっけかな、そうそうそう、まあイスタンブールはトルコですけれども、うん、あの版元は海外の版元です。豆腐は通じるか、豆腐ナイフでこれですよ、豆腐の角に頭ぶつけて死ね、さらに謎が深まる、そう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 、いやあの僕もしも今年のあの今年2021年の、うん、自分にとっての写真集、うんのベストワンを選べと言われたら、うん、もう川谷さんのこの本、はいはいはい、2B チャンネルを来る前にバーッと見ていて、うん、今年を象徴する、うん、2つの番組っていうのを挙げるとしたら、うん、その北さんが、うん、あの登場したその写真の概念を拡張するっていう議論と、うん、あとは写真学生だったんですよ、うん、で、写真概念を拡張するっていうのって自分なりにそれを捉えると、要は、現代美術とかコンセプチュアルアートとその写真がの領域っていうのがこうどん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 こう曖昧というか、お互いが犯し合うみたいになってる時で、改めてその写真って何って考えてみようっていうのがおそらく北さんの問題提起で、北さんはそれを、トーマス・ルーフとかをある意味下敷きにしつつ、うん、どちらかというとこれあくまで僕が見てですけど、うん、現代美術寄りで、考え、うん、思考してきたっていう、でその一つの、まあ、報告が、ニビーチャンネルの例の番組だったと。で写真学生っていうのはおそらくそのつかみどころのないっていうのが一つのキーワードだったと思うんですけれども、そのつかみどころのない写真って何だろうっていう、で、そのおそらく写真学生さんはそのつかみどころのなさゆえにその写真に救われている部分っていうのがすごくある。で僕はあれを見ていて、あ、なんか去年一昨年もう一昨年なのかな、あのエモい写真っていう
会をやったじゃないですか。でその時のまさにこれが写真だって考えているそのエモい写真寄りの回だなって思ったんですね。結局僕がなんであの時エモい写真で話をしてたかっていうと、最も強い写真ってなんだろうって考えた時のその前提として、そのメディアが持っている特性を十分に生かせたものこそが、あの、何て言うかな、強い表現のはずだっていう前提の話だったんですよ。あのロジックベースのものからこうこぼれ落ちてしまうものもまるっとこう受け取れるっていう部分で、あのエモい写真が写真としては強いんじゃないかっていう話だったんです。今あの2021年末のこの段階で僕にとってのその写真に向き合い、そしてその写真と対話をしながら作り上げられた、一番雑写真な写真集がこれだった、雑写真な写真がカキラさんの写真だっていうことなんですよ、はい、2021年、すいません、回りくどくて。今の時代写真やるのってあの大変だけど面白いと思うよね。うん、新しく始める人も含めて、うん、その拡張していくっていう考え方もあるし、こう広がり、うんうんうん、水平軸に広がっていく可能性もすごくあるし、そうそう、あかといって今度はそこをスーッとこう深く掘り下げることもできるし、うん、だ両方あるんで、そう、決してどちらがどうっていう話ではなくて、うん、だ言ってみれば北さんのあの番組も、うん、この写真集もその写真っていうものをどん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 考えて、で広げていく、その楽しみを見出していくっていう意味で同じなんですよね。だからこれ真似をするっていうわけじゃないけども、うん、こういう考え方とかこういうアプローチの仕方っていうものがちゃんと評価されるっていう時代でもあるわね。で多分その写真の特性っていうものを考えると、なんて言うんでしょう、まあ、写真学生の写真とかね、そういう方向の写真が今後もっと評価されてほしいというか、されるのではないかっていう、まあ、ね、まあ、なんだろうな、全てがなんかこう一方向によることはないんで、調査ベースも残るし、ノンラショナルなものを追求するものも残るだろうし、うんうんうん、だから、まあ、そういう意味で言うと、こう写真って一括りに語りづらい状況になるので、うんうん、まあ、そこは僧侶として魔法使いとしていろんな人が出てこないといけないんだなっていう。なんかね、今ふっと思ったんですけど、うん、20代の、子たちと、うん、LINE とかでね、うん、やり取りをすることがあるんですけれども、皆さんスタンプってよく使いますよね。うんうん、でスタンプの中はすごくそのスタンプのキャラクターの表情とかで、うん、その相手が何を伝えたいのかって分かるものもあるんですけれども、かなり微妙にいろんな読み解き方ができるスタンプがこう投げかけられることがあるんですよ。でもあれって言ってみればそのビジュアルコミュニケーションにおけるリテラシーの訓練ですよね。彼らの中でそのスタンプが意味するものっていうことが、こう共有できやし合ってるから使えるっていうのね。そうで、おじさんはどうしても意味ベースで捉えちゃって、はい、このスタンプに対してどう返したらいいんだみたいに考えちゃうんですけれども、でもあれってもしかするとその写真も含めた、うん、視覚表現のをこう読み解く、もしかすると基礎訓練的なものとしても捉えられるかもしれないし、そうだからそういう意味ではこれから写真も明るいぞみたいな風に思ったりもするんですよ。スタンプのやり取りができる世代にとって、はい、このラショナルっていうことにおいて、うん、同じだから、そうなんです、そうなんです、別の拡張性がそこに見られるとすると、その人たちがやり取りができてるっていうことは、はい、ラショナルできてるってことは、はい、写真においてもそういう使い方を普通にできる可能性はある。でそのスタンプの代わりに自分が撮った写メとかだけでのやり取りとか、あと間をつなぐにしてもすごい、例えば、
友達がなんかずっこけてる写真とかポーンと送られてきて、その後にテキストとしてはワロタとしか書いてないんですよ、3文字しか。でもそういうのの繰り返しでやり取りを多分日常的にしていると思うので、そういう点ではものすごく写真のリテラシーっていうものは高まって、これから高まるんじゃないかっていう、うん、一つ告知といいますか、うん、渡辺悟さんがもう大好きな写真家の熊谷直子さんが、うん、年明けすぐに、写真展を、開きます。で、タイトルは、すべて光というタイトルで、場所がですね、渋谷のヒキャリエの8階のホールと、うん、あと同じく渋谷の、大都会というギャラリーバーがあるんですけれども、そこの2カ所で行う予定です。で、まあ、詳細は下のコメント欄の方にちょっと渡辺さんに書いていただこうと思うんですけれども、1月の2日から、16日までが会期で、それと同時にその新しい写真集の、全て光るという同名のタイトルの写真集が、1月12日に発売になります。で、リンクも載せておきますので、ご関心のある方はそれで調べてください。ね、どうですか、熊谷さん。ね、気になるね。なんか、熊谷さんにも来ていただいたし、いまだにね、彼女の写真の話を振られることがあるの、ね、うん、あの回見ました。すごい気になった回でっていう。だから、見た人も、首をひねったままの人も多かったりするんで、うん、あの時の悟さんのこう食いつき具合は本当にすごかったので、うん、あれは写真をやってればやってる人ほど一番気になる場所、うん、さっき言った褒められて上手くなっちゃった世代としては、それが崩れてくることをすごく50過ぎて感じてしまうっていうことを、足場が崩れてしまうこと、55かな、うん、6で気がついてしまった時の、あのちょっとした、うん、どうしようもなさ感っていうのを、うん、ああすごい熊谷さんっていうのが随分早い時代に感じてたんだなっていう、うん、感じられない部分なのに、なかなかね、僕写真の構図で、うん、最初 の、 要はサブジェクト、あ、オブジェクトか、要はモノの、うん、サブジェクト、あれ、モノはサブジェクト、出てきたものがオブジェクト、じゃあサブジェクトの、配置っていうのが写真の構図だと僕は思っていたんですよ、最初。やっぱりそのブレッソンとかのね、あれを見て、でそれについて悟さんは、いやいや写真はサブジェクトじゃなくて光の構図なんだっていうことを教えてくれたんですよ。まあ多分覚えてらっしゃると思うんですけど、でおそらくその光の構図、光で構図を作るっていうことにものすごく長けた写真家の一人が熊谷直子さんだと僕は思ってるんですね。でそんな光の写真家熊谷直子さんの全て光という写真集を渋谷ヒカリエで見ることで、ね、2022年が始まるっていう、もう何かね、来年をことぐような企画になってるんですけど、ね、すっごいここで楽しみなのは、光来るでしょ、うん、次の上の段階があるらしいんですよ。だから熊谷さんはそこに行ける。ちょっともう一度そこを、光っていう状態であった、うんうんうん、っていう上の状態がどうやらあるらしい、うん、なんとなくわかる。でもそれは、ま、自分も気がついてないっていうか、まだわかんない、うんうん、でもあるんで、うんうんうん、ここが、うん、で熊谷さんはそこを踏んで、うん、次の段階で今度入っていくんだろうなっていう、うん、僕もそう思ってます。でそういう面で言うと非常に楽しみ、うん、おそらく石川隆一さんとかも、うん、行くんじゃないかっていうふうに、うん、ちょっとねノンラショナルな話で終わるんですね。半だそうするともうあれですね、来年もなんか何かこういうことやりたいっていうのがあれば、ニビーチャンネルにはぜひ出していただきたいなと思ってるんですけど、はい、なんかうかつなことをこう口走るかもしれないんですが、今年もお世話になりました。いや、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。